百聞は一見にしかずね。星宮列車の客人、私は泉州妖精の将軍飛翔よ。私から紹介しよう。水色の服を着ているのが、前にいるのが陰月君の生まれ変わりで、その後ろにいるのが最近列車に加わった新人でしょ。二人の名前は私の耳にも届いてるわ。ラフの報告書の他に妖精の天白氏があなたたちの情報を集めたの。一度会ってみたいと思ってたのよ。その理由は軽減将軍から聞いてるわよね。その通り。でもこれは尋問じゃないわ。ただ二人の話を聞いて事実関係を明らかにしたいだけだから安心して。軽減将軍は報告書の中で人滅軍団を剣木の災いの元凶と定め、人滅過疎の動向に注意するよう他の天将に警告した。壊滅の手先はこれまでに数えきれないほどの世界を破壊してきたわ。同盟も奴らを警戒していたけど、まさか北条の残党と手を組むなんてね。幸い剣木の災いによる被害は想像よりはるかに少ない。でも今回の事件は、ただ全てを焼き尽くす人滅軍団のやり方とは大きく異なるものだった。新作将軍と七死人たちの武勇は信じてるけど、報告書には記されていない詳細について知りたいの。だからこの機会に二人と話せたらと思って。先に言っておくけど、これから尋ねることは必ずしも私の考えってわけじゃない。機嫌を損ねてしまうような質問もあるかもしれないけど、どうか悪く思わないでね。構わない。ただ俺たちに答えられることはこちらが知っていることに限られる。そして将軍が聞きたいことはすでに答えが出ているかもしれない。口が達者なのね。気に入ったわ。この天劇将軍って人、口がうまい。目的はわからないけど、軽減は正直に答えてほしいって言ってるし、とりあえず知ってる事実だけを言えばいいかな。じゃあ早速始めるわね。星宮列車は指名手配犯、性格ハンターに導かれてラフを訪れ、性格の危機を解こうとした。でも銀河を歩む人なら性格ハンターの悪名を知らないはずがない。あなたたち七死人はどうして彼らの言葉を信じたの？Der Lacher und Jäger sind doch nur vom IFK im Verruf geraten. Aber der IFK ist der wahre Feind. ラフの他にもこの宇宙には正確に侵食された世界がたくさんある。前に列車が止まったヤリーロ6もそうだった。正確はレールを塞ぎ跳躍のリスクを高めることがある。だから性格が引き起こしたトラブルに対処するのも七死人の本分なんだ。性格の問題については聞いたことがあるわ。列車はいろんな世界をつなげようとしているから、それに対応するのも当然のこと。破れた銀河を開拓が修復する。
なるほど。確かに理にかなってるわね。報告書では薬王秘伝の回収、炭素についても触れられてる。彼女は横島な考えを抱き、絶滅大君と結託して性格を使い、剣木を再生させた。一階の炭市長に過ぎない炭数がここまで手を回せるとは思えない。外敵と結託して性格を持ち込んだにしても、剣木を取り囲む誤解は寺廟族の領地。彼女はどうやって警備の目をかいくぐったの？Nein, sonst hätte die jetzt das verloren. So, じゃなきゃ剣木の原稿にこっそり性格を入れるなんてできるはずがない。陰月君が追放されたのは自業自得でしょ。それに炭鉱は生まれ変わったことで、過去の罪もとっくに帳消しにされてる。なのにどうして追放令が解除される前にラフに戻ってきたの？仲間を心配するあまり勝手に行動したことは悪かったと思っている。だが、でもあなたは帰ってきた。結果から見れば、再生した剣木を再び封印するためラフがリューソンを必要とした形になってる。この剣の利害関係を考えたら、想像が膨らむのも仕方のないことだと思うわ。報告書では絶滅大君元老が事件の黒幕だとされてる。彼女は天白市のある摂都市の姿であなたたちに同行して、最後には忽然と姿を消した。存在自体が自由すぎて濡れ衣を着せる相手としては最適ね。私は軽減将軍と一緒に元老と戦ったの。あいつは剣木の力を吸い取って頑丈な肉体を作ってた。多分最初からそれが目的だったんじゃないかな。壊滅の手先が肉体を手に入れて生き延びようとした。その視点はなかったわ。面白いじゃない。よろしい。二人の答えを聞く限り、すべての問題に説明がつくわね。私からの質問はこれで終わりよ。それで秘書将軍はどう考える？報告書の疑問点は解消されたのか？二人の七し人は正直に答えてくれた。まだ説明のつかない部分もあるけど、私の直感ではこれで十分。でもさっき尋ねた3つの質問は七し人だけじゃなく、軽減将軍に対してのものでもあるの。一つ、薬王秘伝がラフの内部で成長していることを録音は察知できなかった。それすなわち職務怠慢。二つ、性格ハンターの言い分を鵜呑みにして危機解決の重責を他人に委ねた挙句、儒家の後に接触することを許した。それすなわち責務放棄。3つ、剣木の災いの後、独断で演武典礼の開催を決め、ラフを再び宇宙の注目の的にした。それすなわち戦略不全。天劇将軍、それはお前さんの考えか、それとも獣王の意思か？最初に言ったでしょ、
私が尋ねることは必ずしも私の考えじゃないって。薬王秘伝の勢力は複雑に入り混じっていて、長い間陰謀を企てていた。それに気づかなかったのは確かに私の落ち度だ。性格ハンターの予言は私も鵜呑みにしているわけではない。ただ事実として敵に対応している間にラフは剣木の災いを乗り越えた。そう考えればエリオの予言も出任せとは言えないだろう。演武天霊については災いを引き入れるリスクがあることは十分理解している。だがリスクは同時に転機でもある。ラフは長らく停滞していたからな。そろそろ治水をかき混ぜ、よどみを取り除かなければ。さすがは新作将軍、文化人ね。ほんの少しの言葉で先週熟語大全を読んだ気分になっちゃった。気に入ったわ。でも残念だけど、報告書が提出された日から同盟内では流言や憶測が飛び交ってるの。ラフ内部からも剣木が再生したのは将軍の職務怠慢が原因だっていう指摘が上がってるしね。では秘書将軍はどう考えているんだ？同じ天将としてこの座につくことがいかに難しいかは理解してるわ。私にとって遥か遠くにいる人たちの声は意味のない騒音に過ぎない。ラフで起こったこと、それによってもたらされる危機とその背後に隠された意味は新作将軍にしかわからない。妖精が最近直面した問題のように。それはつまり妖精も請求軍の石膏からホリジンがまた動き出したって報告があったの。バラバラになっていた両軍が互いに攻め合い併合してより大きな両軍を形成していってる。マングスって呼ばれるものが連中を導いてるみたい。もの？送られてきた情報によるとそれはホリジンじゃない。長生の主の使者を自称する女で、12の顔、12対の牙を持ち、猛毒のように残酷で流砂のように変幻自在。ホリジンは彼女が自分たちに再起のチャンスを与えてくれると信じてる。元老か。ええ、来たのが私でよかったわね。もし人名将軍や獣頭将軍だったらここまで友好的な会話は望めなかったかもしれないわ。私は直感を信じてるから、あなたたちのような正々堂々とした義教を疑うことはない。でもラフが難しい局面に立たされてることも確かだから、同盟に申し開きができるよう一番大事な点を押さえておきたいと思ってるの。秘書将軍、どうするつもりだ？軽減将軍なら分かってるでしょ。でもあなたがやりたくないって言うなら私が代わりに務めてあげる。剣木の剣に対する指摘や疑いの声を抑えるには獣王氏の裁定が必要になるわ。それを得るために七死人の二人には一緒に優秀国へ行ってもらいたいの。拘束するんじゃなくて合教台を使って詳しい証言を残すよう獣王氏の文字部の判官に申請するのよ。これは報告書を保管するためでもあり、同盟内の抗議の声を封じるためでもある。俺は構わないが。素晴らしい。これほど協力的で思いやりがあるとは、感動して涙が出そうだ。わかった、天撃将軍の要求に従おう。あともう一つ大事な用があるの。獣王氏の印が押された証言は同盟上層部の反対の声を抑えるためのもの。そして軽減将軍には妖精の子族の声を聞いてもらいたい。天撃将軍は風霊のために来たのか？ええ、私は
ラフの優秀国に収容されてるホリ人の祖父風霊を妖精に移管したい。近頃のホリ人の動向は奴らが大きな計画を企てていることを証明してる。それが何であろうと一刻も早く対処しないと。風霊は古族の旧敵だからな。古族が管理収容することは道理にかなっている。飛翔将軍がラフの処置を信用してくれるのならこちらも当然それに報いるべきだ。炎王はどう考える？激しい論争になるかと思ったが、わしの考えすぎだったようだ。二人が互いの問題を解決すると決めたのなら、そうするのが一番だろう。風霊の身柄の引き渡しについては、まずは部下の昇級とモゼに牢屋の状況を確認させて、それから応送の準備をしたい。他に問題がなければ早速始めましょう。すまないな。優秀国での証言の記録にはそれほど時間はかからないと思うが、これから使者を呼んで二人を獣王子文字部の半眼のところまで案内させよう。そこで証言を残せば帰れるから、何も心配することはない。わかった、将軍の言う通りにしよう。軽減将軍の要請により出迎えに来ました。文書は用意してあります。文字部の半眼にもお二人の来意を伝えていますよ。優秀国、何年ぶりだろうな。またここに戻ってくることになるとは思わなかった。炭鉱、俺は大丈夫だ。準備ができたのなら獄門を開きますね。ここは優秀国の数ある隠し扉の一つで、現在は臨時の出入り口として使われているんです。あなたたちは犯罪者ではありませんから、罪人を応送する門から入らせるわけにはいきませんので。ではどうぞお入りください。準備ができたのなら獄門。何を見ている？ラフの優秀国、妖精のものとは随分違いますね。水の下に隠されているなんて。空の上だろうと水の下だろうと脱出するのは簡単だ。おや、また脱獄壁が抑えられなくなったんですか。詮索するのはやめなさい。今の君は自由の身なのですから。ここで半眼たちに何か企んでいると思われたら、数百年の懲役を食らうことになりますよ。仮に捕まったとしても、数日後にはまた俺の顔を見ることになるだろうな。風霊を妖精に応送することは、妖精の子族だけでなく、将軍にとっても非常に重要なこと。用心していきましょう。
はじめまして。私は節意と言います。獣王子、サジブの命を受け、ここでお二人を待っていました。昭久、モゼ、天劇将軍秘書より、堀の重罪に、風霊を妖精へ応送するよう命を受けてまいりました。今回は風霊の収容状況を見て、応送の下準備をすることが目的です。ハンガンさんもすでに知らせを受けているでしょう。はい、面会の申請は承認されました。ここからは私が案内人を務めます。罪人風霊、北条の忌み者、堀人の選手、祖父、古族の大敵、そのものは2123回に及ぶ侵略戦争およびそれに付随する連帯犯罪の責を負わなければならない。その凶暴かつ残忍な行いを鑑み、幽州国の底へ投獄した後、天地が滅ぶまで無限賢治の刑に処するものとする。ハンガンさん、判決文を読み上げる必要はありませんよ。風霊は我ら古族の旧敵、妖精の人は彼の悪名を叱り文句に子供をしつけるので、その行いも全て知っていますから、早く次の手順に進みましょう。重罪人に面会する以上、全ての規則があなたたちの安否に関わります。幼い頃から風霊の伝説を聞いていたとしても、彼を正しく認識していることにはなりません。幽州国の底に閉じ込められているのがどのような忌み者なのか知っているのは獣王子の判官だけです。ラフの先代剣手慶竜が風霊を捕らえてから早数百、幽州国は風霊に食事を与えたことはありませんが、それでも奴は生きています。これは記録にある堀人の生理機能と一致しません。刑事部が作った無限剣樹は罪を重ねた忌み者に苦痛を与えるための刑具です。ほとんどの堀人は剣樹刑に3日も耐えられずに死んでしまいますが、あの妖物は違う。剣に刺されてもすぐに回復して、今でも刑を受けながら生きながらえているのです。この凶悪な獣の異常性こそが規則を必要とする理由です。ここまで言えば理解できるでしょう。僕が僭越でした。続けてください。風霊との面会における禁止事項をまとめたものをあなたたちに渡しておきます。しっかり目を通してください。それと次の階層に行く前に必ずこの体育を確認するようお願いします。得体の知れない薬を飲むつもりはない。では最下層に行かせることはできません。飲みましょう。風霊はホリジンですからね。朗読というフェロモンを放ち、相手の恐怖を呼び起こせるのです。数千年前、我が一族はホリジンに奴隷として扱われていながら抵抗することができずにいました。その原因は古族が奴らに劣っているからではなく、そのフェロモンにあったのです。ハンガンさんは僕たちの心の健康を気にかけてくれているのですよ。わかった。やっぱり君は話のわかる人ですね。薬は飲みましたので行きましょうか。ハンガンさん、どうしました？いえ、何でもありません。多分僕の勘違いです。Es war ein Borisin, oder?Er hat zerschnüffelt. Das können sie hier ja mittlerweile tarnen. Hangan war まだ来ていないようなので、少々お待ちください。
待たせ。列車からの客人。私は文字部の判官、カンウン。また会ったね。この間の水炎での妖魔退治について改めてお礼を言わせて、力を貸してくれてありがとう。どうやら俺と美月の知らないうちに先週で新しい友人ができたようだな。あなたとは確かに縁があるけど、獣王の御前で私情を挟むことは許されない。六次長で証言を残す時も、その後もろもろの手続きをする時も、勝手な行動は控えて、必ず私の指示に従うように。ここは妖の世界に住む人が長居する場所じゃない。二人とも私についてきて。ああ、では案内を頼む。私が機関を起動させるから、足元に気をつけて進んで。サプライズってわけ。遊び方ができるの？